Ladies and gentlemen、 ついにあの堂島の竜がこのリングに帰ってきました。親殺しと言われた10年、その屈辱を乗り越え、この町の危機を救い出した伝説の男、前年度地下闘技場メイン王者、桐生カズマ。対するはこのトーナメントで今一番旬な男、勢いに乗るブラジルの超新星、ロブソン・カエタロ・ダ・シューバー。さあ、1年という時を経て戻ってきたチャンピオン、戦いの女神はどちらに微笑むのでしょうか。今ゴングです。勝者、桐生カズマ。伝説のチャンピオンは衰えを知りません。さあ、次の対戦者はこちらも帰ってきた伝説の男です。1年前までこのリングに君臨した絶対王者、ゲイリー・バスター・ホーンズ。奇遇ですね、桐生さん。総君氏と安楽氏、お好みは？相変わらず日本語分かってねえな。伝説の極道 vs 伝説の元王者、注目の一戦、今ゴングです。そろそろあの男がやってくるはずです。現地下闘技場チャンピオン、マジマーゴロー。半年前、このリングに突如現れた島野の狂犬は今もなお負けるということを知りません。ドギモンの入場パフォーマンス、圧倒的な強さ、彼を倒すことができるのは果たして桐生なのでしょうか。今リングインです。どうや桐生ちゃん、かっこいいやろ。たくあんただけは読めねえな。さあ、今度は正々堂々勝負しようやないか。今ゴングです。
さすがキルちゃんや。相変わらずごっついな。約束だ、登場会に戻ってくれ。まあ祝いの酒でも飲みながらゆっくり話そうや。